さてここは旭川の F さんのお庭です。エントランスがまずめっちゃ素敵です。ブレインズのオープンガーデンをしていて、私が担当、ここの F さんの担当なんですけれども、もうすごいいつも来たかったんですけども、なかなか来れませんでした。LINE とかメールのやり取りだけだったんですが、今日初めてお庭に伺うことができます。楽しみです。なんか向こうの方から水やりをしている音が聞こえます。じゃあ早速進めようかな。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。こちらこそ時間を作ってわざわざ来ていただいて。いえいえいえ。隣はまたシンプルな。隣まで子供ついてんの。うんうん。野球に行きました。思ったよりも素敵だなと思った。エントランス。まだまだね、これから。ジェルフニウムが綺麗になった途端にガーッと降ったので、ちょっと悲しくなっちゃうね。これ咲いた途端に、うん、暑くてギュッと 2,3 日でこんな枯れちゃいました。ちょっと水枯れですね。ああそっかそっか、うんうん、基本水はやっていない。そうですね。そうですよね。いや本当やばい感じですよね。はい、いや畑やばい感じですよね。水がなくて、ね、うん、しかも旭川は暑いから、1週間ぐらい続きましたもんね。そうで、まだ降ってないのよ、ね、全然降ってないからね。そうです、木もちょっとだからね、うん、あの枯れたのは春からね、うん、枯れてて復帰するのを見てたんだけど、うんうん、何の木ですか枯れたの。あれ釣り花。あ、釣り花枯れた。枯れたんですよね。あ、これ何、この紫陽花。いや、違いますね。何ですか、何だったかな。すごい素敵、初めて。天人草。あ、天人草、天人草の斑入りの。おお、私黄色いのは植えてあるけども。あ、そうですか、うん、黄色い葉っぱの植えてるけど、斑入りは初めてだ。多分ですよ、うん、そうですか、リーフも素敵。こっちは東向き、これ北です。あ、北、うん、北向きのあれですね。あ、みんな大きくなってる。一応敷地はここまで。そうだね。はい、じゃあここ歩きます。これウド、ウドです黄色いウドもあるもんね。勝手に生えてきて。あ、本当に、ええ、でもすごいいいね。そう、なんかこれ、うん、西日がここに入るので、うん、ちょっと日焼けするから、ちょうどいいか、あのあれなんだ、徐々に切ろうと思って、うん、これがお花咲いてきた。そうですね。わ、このシダもすごいね。もじゃもじゃで。
るな。お邪魔します。どうぞ。あ、ちゃんと、お、へえ。部屋でどうなってる。あ、すごい、ここまで凝ってらっしゃる。いいね。そして、まあ、なるほど、素敵。しかも裏が公園っていう絶景の場所ですね。いいですね。はい、誰も家が絶対建たない、はい、建たない。これはなんていうランブラですか。ポーズじゃないの。これは、うん、これはなんかうちにあるのと似てる。これなんですか。マンスリか。そうです。なるほど。ちょうどいい高さで。そうですね。小立ちでね。うん、私もこれ骨で建てて。あ、そうですか。うん、結構増えるよね。イギリスから、あの、来た種を育ててたら、マンスリかだったんだ、うん。違う名前だったんだけども。あ、そうなんですか。うん、ペンギン草とかね、タマーズノート出ますけどね。うんうん、あ、これは、あ、この一重のバラかわいい。あわゆきですね。あわゆき。おお、すごい。ヘリニアルブラッシュでした。ヘリニアルブラッシュ。はい。ああ、これがペリニアルブラッシュね。これです。こっち。ね。ちょっと薄くなっちゃいますね。ちょっとピンクがかるんだ。そうですね。薄ピンク。薄ピンクです。今年ちょっと薄いような気がする。あ、そう。うん、開いてからもちょっと早いですね、切るのは。あ、そう。なんか水が足りないのかな。あ、そうかもしれない。水上がってないんだよね、きっと。水上げてないので、うん、そうですよね。そういうことなのかな。あ、ここちゃんと水が、こういう仕掛けがすごいですね。素晴らしい。これは、これ普通に、昔からある、昔からある。あれか、あれです、あれですね、はい、あれっていうことで。あ、またこの八重の小輪がかわいいな。のぶどうす、うん、すごいな。これはつる、これはニュートーンですね。ホワイトニュートーン、ホワイトニュートーン、あ、あれもニュートーンか。ニュートーン、そうですね。ニュートーンで、ニュートーンでした。わー、広がってますね。家も素敵ですね。いいです。上がるんですけど、うん、2本今年休憩ですね。休憩、うん、色違いで上がる感じ。ね、うん、ホワイトチャールズ、はいはい、それともう一個ちょっと白いのと、うん、白いの、ね、金子先生にもらったやつだったの。すごい大事なやつだったのに。もう何年もすごい咲いてたんだけど、これ天使の首飾り、うん、ちょっと違うんですよね。これも素敵ですね。これね、もう今これ以上開かない感じ、ね、もうちょっとだけ、もうちょっとキュッて開く、はい、うん、あ、このぐらいがっちりしてればいいね。あ、相当がっちり作ってますね。これ家の一部、家の一部なんですね。2階のテラスに
テラスじゃないのか、なんかちょっと飾りみたいな。あ、素晴らしいな。窓も開かなくなっちゃうんで。そうですね。あ、まだバイカウツミが咲いてる。そうですね、これ餅はちょっといいかな、このタイプ。そうですよ ね、ちょっと遅咲きの感じ、はい、ちょうどいい感じで、この時期いいね。テイさん、かわいいけど、地植えはダメですね。あ、そうですか。地植えなんか、なかなか伸びないんですよね。どこの庭にあったかな。伸びてます。いや、そんなに伸びてないですね。でも小樽でも植えてましたね。あ、そうですか。小樽の庭にもあったし、やると割と小ぶりかもしれない。勝江さんのとこにもあったんですか。勝江さんなんか蜂かもしれない。なんか旭川いつまでも寒いんですよ。だから割と暑い時は暑いのに ね、寒い時は寒い。寒いのが長すぎて。それはわかる。そうです、ここ掘り下げて。掘り下げてね。あ、もともと土がここだ。ここで GL で、こっちは高かったけど掘り下げてこっちと GL 合わせたんだ。はい。このフェンスは公園のフェンス？公園のフェンスです。いいですね。変な色じゃなくてよかったですね。ちょっとこっち失礼します。はい。あ、そしてここ石垣にしたんだ。そうなんです。なるほど、考えましたね。へー、いろいろ集めましたね。はい。好きなので始めましたね。今日は咲き始めた。あ、本当そんな感じ。これはテリハの、これはこれみんなご主人との合作。そうですよ。構造物はうちの主人が大好きなんだね。いや、全然好きじゃない。え、考えるのもそうなの。そうなんですよ。こうしてしてって言うんじゃなくて。言いません。言わない。素晴らしいですね。すごいですね。これは何、これ。これなんか、まあちょっとこうしようかなと思ったけど途中でちょっとやめた感じ。って感じです。で、誰か頼んでるでしょって言われるんですけど、頼んだことはないです。頼んだことはない。冬囲いが、でももうきついですね。冬囲いも自分でやっちゃう。自分でやってます。あ、素晴らしい。冬囲いはね、頼みましたよ。だって自分でやったら自滅しちゃうぐらいな感じなんですね。本当に私多分好きなんですよね。すごいですね。あ、素敵。わー、大きな水がある。わー、意外と奥深いですね、海が。なんかね、ちょっとした写真とかそれではちょっとわからなかったです。わー、10年ですね。すごい。え、ここ、これ誘引はどうしてるの。誘引はこの、壁に直接、はい、直接何、釘打ってるの。そうです。釘打って、うん、ワイヤーを少し張って、まあちょっと多少張って、それに、これ何ですか。するサマースノーだね。はい、これ冬はどうしてるの。おろしてやはり。すごい。ああ、そしてここも素敵。
これも自作ね。はい、これも作ったんですね。作ったんです。はい、かっこいい。もうこうなったら一つの作品ですね。こだわりが素晴らしい。ああ。